gentlemen, summer has come. と先週は言いましたけど、summer has already come ですね。もう夏でもね、rainy season なのに、no rain in June, probably rain in July。今日は右手にうちは Japanese fun、左手に nothing。今日はですね、僕の留学のワーキングエクスペリエンス、仕事の体験をお話したいと思います。仕事っていうのはやみくもにしたらイリーゴーなんですね。法律違反、イリーゴー。だけど、リーゴーに仕事をするためには、permission、学校から許可をもらわないといけないんです。20 hours per week。1週間に20時間は仕事していいですよと。ただし、僕の場合は、I had no money。No money to pay my tuition。Tuition って授業料のことですけど、授業料払うお金もなかったので、学校は gave me a lot of opportunity to work。たくさん仕事をしていいですよという許可をもらったんですね。I get up at 5 in the morning and I do cleaning job。お掃除の仕事ですね。ジェニターって言うんですけどね。ジェニターのスーパーバイザー、とてもいいおじいちゃんで、トール、ここ掃除して、あそこ掃除して、ワーオ、トール、you're very good at cleaning、言ってくれました。やっぱり日本人って掃除が上手なんですね。で、その after that, I worked at a cafeteria。そして今度はカフェテリアで仕事をするんですね。食堂です。大学にはカフェテリアっていうレストランがあるんですね。そこでみんな、学生食堂ですけど、食事するんです。そして、take a shower. I took a shower. そして軽くシャーってシャワー浴びて、で、run to my school. で、それから、授業をして、終わったらですね、in Hawaii, there was a place called Polynesian Culture Center. PCC と俗称言うんですけど、ポリネシア文化センターがあるんですね。そこで仕事してたんです。ポリネシアには、その文化センターにはですね、ハワイはオフコースハワイですから、そしてあと、サモア、トンガ、フィジー、それからマウイ、マウイはニュージーランドですね。その6カ国があるんですよ。で、その6カ国のことを紹介する仕事をしてました。まず例えば、ハワイですと当然挨拶はアロハですよね。そして、フィジーに行くとブラビナカ、通常はブラブラって言うんですけどね、こんにちはっていう挨拶ですよ。で、サモアに行くと、タロフラバって言うんですね、こんにちは。で、トンガに行くと、マロエレレイって言うんですね、面白いですね。タヒチに行くと、ヨラナーって言うんですよ。で、それをずっと詳しく、タヒチではこんなことをするんですよ、マオリではこんなことをするんで、比較文化の研究ですね。おかげさまで、もう皆さんが知らないようなポリネシアの文化をいっぱい勉強しました。そしてお金がもらえるんです。授業料が払えるんです。すごいと思いません？続きはまた。今度お話ししますね。この文化センターのお話ね、これ面白いからここで終わりにしたくないんです。期待しててください。 See you next week. Bye bye.